はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、ビール。ビールとなってます。生ビールです。サントリーのペールエールというね、限定醸造の、コンビニで売ってました。はい、クラフトセレクトという、クラフトセレクトシリーズ、ボリューム1の、ペールエール。これはなんかシリーズで、あるみたいです。なんかここにね、外側の、この、イラストみたいなのに、1、2、3、4、5、6、7、8個、グラスが書いてあって、ここのグラスのこの部分にチェックが入ってますね。だからおそらく全部で8種類出る予定なんでしょうね。これのボリューム1っていうのは、まあ1個目の、一種類目ということでしょう。まあ今は、二種類までしか、発売してませんが、まあ、今後ね、いろいろ出るという感じでしょうか。アルコール度数 5%、生ビール、天然水 100% 仕込み、クラフトセレクトは世界の多彩なビアスタイルを通じ、個性的な味わいをシリーズでお届けいたしますと。書いてあります。原材料が麦芽とホップとなっており、はっと目が覚めるような爽やかな香りと心地よい苦味と書いてあります。ここにですね、まあ、僕が評価、何個星みたいな感じのが書いてあります。旨味、香り、苦味、ボディというカテゴリーで、旨味が3つ。三つ星、香りが五つ星、苦味が四つ星、ボディが二つ星、香りが強いということでしょうか。ね。なっております。もうすでに酒飲んでるんですけど、酔っ払ってます。タカラのね、焼酎でね、ちょっといろいろ、酎ハイを作って飲んでたんですけど。今日のつまみは、このなんかよくわからない。ね。これ何か？これはね、なんかキャンディーみたいな感じでこう包まれてますけど、これはですね、何かというと、ツナ！違う、マグロセロと書いてあるんです。品名。原材料名がマグロとか醤油、砂糖とか、なんかいろいろ書いてありますけど。これ何かっていうと、簡単に言うと、ここにね、この、紙に書いてあるんですけど、スーパーツナって書いてあるんです。ツナ、つまり、マグロ？ツナってマグロのことなんですかね。これ開けると、なんかチョコレートみたいな四角い物体が出てくる。これなんですけど。食べると、すごい、マグロの、なんか、ツナなのかな？よくわかんないんだけど、まあ、ツナ、うん、よくわかりません。うん、まあ、スーパーツナって書いてあるけど、まあ、ツナなんだろうね。ツナって結局、なんかほら、基本的に俺、ツナ缶みたいなのしか食ったことないから、それと、味が結構違うんですよ。だからよくわかんないけど、うん。これがね、コンビニで250円ぐらいで売ってました。高いね。ぶっちゃけね。この、これね。こっちはこの、こっちのつまみの方はこれ、いくら？ 300 円ぐらいか。そんじゃあ、乾杯。色が濃いですね。うん。うん。あ、美味しい。あ、これ美味しいわ。うん。あ、結構苦味もあるね。結構苦味と香りが強い。
あ、結構これ苦いな。確かにこれ、苦味が強いわ。あ、香りも強いけど。苦い。サントリーと。見てみましょう。クラフトビア。違う、クラフトセレクト。シリーズ。違いを味わえば、ビールはもっと楽しい。ペールエール&ブラウンエール。飲むビア大全。クラフトセレクト。5月12日に発売したみたいです。今日が5月14日だから。あ、つい最近じゃねえか。ラッキー。でですね、7月の22、21日に第2弾が発売するみたいで、2種類また出るみたいですね。スペシャルビターとメルゼンっていう。あ、これはなかなかサントリーにしては、あれだな。ただ値段が高いけどな。250円から60円ぐらいしたから。高ーと思ったけど。まあいいや、買うかと思って買ったんだけど。まあ、大体コンビニだからだけんだよ。知っていますか？ビールという中に、実は色とりどりの様々な香りや味のたくさんのスタイルという楽しみが隠されていること。ビアスタイルとは、素材や製法、色合い、香りや苦味の強弱などによって分類されたビールのカテゴリーのことです。世界には100種類以上のビアスタイルがあると言われています。それぞれ独特の味わいがあり、中には、これもビールと驚くものも、様々なシーンで食事に合わせたり、グラスを選んだり、幅広い楽しみ方が広がっています。まあ、まさにその通りなんですけどね。普段、僕らが、まあ、飲んでるというか、まあ、一般的に日本で発売される、まあ、いわゆるキリンとか、サントリーとか、ね、いろいろあると思いますけど。あれ、大概が、あれ、ピルスナーという分類に入るんです。だから、キリンのラガービールとかってあると思うんですけど、あれは実はラガービールという分類があるんですが、実はラガービールとは、ラガービールという分類ではなくてですね、ピルスナーという。あれ、嘘です。ラガーっていうのは嘘です。別にラガーっていうラガー、ビールっていうビールもあるんです。ですがあれは実はラガービールと語っているんですが、実は嘘で、ただのピルスナーというビールなんですね。これ豆です。サントリーのクラフトセレクトは代表的なスタイルの中から日本のテーブルで手軽に楽しめるものを厳選し、飲みやすいながらもそれぞれ個性を際立たせたスタンダードシリーズ。多彩な香りや味、味や香り、色とコク、泡が弾ける音までも、その日のディッシュや気分に合わせて五感で違いを楽しめるのは、プレミアムビールにこだわるサントリーならではの限定醸造だから。何プレミアムビールにこだわるサントリーとか、笑えるんだけど。サントリーとかさ、まあいいけど。まずはハット香る、ペールエールと、コク香ばしいブラウンエール。二つのスタイルから。キリッと爽やかなスペシャルビターと、心地よい余韻のメルツェンは7月21日発売。書いてあります。でね、これね、サイト見るとわかるんですけど、結構、なかなかよくわかってるというか、いわゆるグラフにね、この今飲んだペールエールが、これどのあたりの味のグラフで言うと、
このどのあたりのタイプなのかっていうのが、このサイトに書いてありますね。4つの、ホップの香りと、麦の香り、そして濃厚か、爽快か、軽快かか。この4つのグラフ、縦軸、X 軸と Y 軸で、ね、いい感じにこう分類付けされてます。この、飲んだペールエールは、ホップの香りが強く、麦の香りが弱いと。ね、俺今思ったんですけど、ホップの香りと麦の香りって何が違うのか全然わかんねえんだけど。悪いんだけど。俺もうどっちも同じように感じるんだけど。ホップの香りと麦の香りって何が違うの？全然わかんねえ。っていうか今まで思ったんだけど、ホップと麦って同じか、あれじゃない。麦を、あれで、英語で言うとホップとかじゃないの。あ、麦はモルトなんですね。ホップはホップなんですね。英語で言ってもね。何が違うんだろう。全然わかんない。これは麦の香りが弱いんですか？へぇー。あ、全然わかんない。麦の香りとホップの香りとか何が違うの？全然わかんない。どっちも同じだと思ってたわ。違うんですね。あ、これはね、数量限定発売なんで、なくなり次第終了となってます。ペールエールとは、日本でも広く飲まれている人気のスタイルで、北米産のホップを使用した、柑橘系の爽やかな香りが特徴のエール、過去上面発酵ビール。特にアメリカンペールエールを参考にしています。あ、ああ、あ、今思った。あ、本当だ。これあれ柑橘系だ。これあれだわ。一番似てるのが、味として。あれだ。なんだっけな。あ、俺が好きだったんだよ。キリンじゃ、え、札幌か。札幌の、ホワイトベルグ。ホワイトベルグに似てる、これ。柑橘系。柑橘系の、あ、確かに柑橘系だ。今の、それを、ここに書いてあるの、読んで、あ、本当だ、柑橘系だって。でも、ぶっちゃけた話、ホワイトベルグ、あれ100円で買えますからね。こっち250円もするからね。2.5 倍の、まあ、味とすると、あーってなるけど。まあでも、普通に美味しいは美味しいですね。まあ、ホワイトベルグ、ちょっと甘いんだよな。ホワイトベルグ、あれ、若干甘いんだよ。で、甘ったるいっていうか、それもあるんだよ。それがなければうまいんだけどな。うまいっていうか、まあ普通にうまいんだけど、若干ちょっと甘すぎる感じがあるね。うん。そうですね。まあこれは後にしましょうか。いろいろ書いてありますけども。うん。あ、うまいね。やっぱペールエールはね、やっぱうまいね。だいたいね、なんちゃらエールみたいな。っていうのはね、美味しいんですよ。エールっていうのが、上面発酵ビールっていう。いわゆる、まあ、普通の、一般的に、さっき言った、
日本で飲まれてるやつっていうのは、仮面発酵ビールっていうやつらしいですね。何が違うかっていうと、簡単に、俺もよく詳しく知らないんですけど、上面発酵の方が、高級だっていう。高級っていうか、そっち系のやつだっていうことは分かった。ピルスナーは仮面発酵ビールだったはず。確かに。ピルスナー。まあ、ちょっと、ググりますけど。ピルスナーでもまずいっていうわけでもないんだよな。ピルスナーはチェコのピルゼン地方を発祥とするビールのスタイルの一種である。単色の仮面発酵ビールであり、ホップの苦味を特徴とする。現在世界中で醸造されているビールの大半はピルスナースタイルである。なるほどね。日本でビールといえば、ピルスナースタイルの、ビールを指すことが大半である。大手ビール会社が醸造販売するビールもほぼ全てがピルスナースタイルのビールとなると書いてあります。だからね、日本で、ああ、うめえなーとか、スーパードライうめえわーとかいう、まあ、大体あれ、もう全部ピルスナー。で、この仮面発酵ビールっていうのを、ググりますと、ラガーは、仮面発酵で醸造されたビールのスタイル。だから仮面発酵、日本におけるビールの分類では貯蔵工程で熟成させたビールのこと。ビールの表示に、仮面発酵が、なんだ仮面発酵って。仮面発酵、醸造発酵とは何ですか？上面発酵が、サントリーのね、サイトに詳しく載ってるみたいです。上面発酵は上面発酵酵母を使用し、常温で発酵を行う醸造法で発酵中に、うわ、ゲップが出まくる。酵母が浮上し、液面に酵母の層ができることからこの名があります。ああ、なるほどね。イギリスでは現在でもこのタイプが多く残っています。フルーティーな香味が特徴です。で、仮面発酵は仮面発酵酵母を使用し、低温で発酵を行い、発酵が終わると、酵母がタンクの底に、沈降するので、こんなが付けられています。19世紀以降、世界的に主流となっているのは、このタイプです。へぇ。なるほどね。でも基本的にさ、イギリスで、結局世界的には主流が仮面発酵だけども、やっぱり、イギリスって結局ドイツとかイギリス、まあ、主にドイツですね。ドイツっていうのは基本的にまあ、ビール大国と言われてるわけですから。うん。そこでは基本的にやっぱり、上面発酵のものが使われている。ということを考えると、まあ、簡単に言えば、仮面発酵っていうのは、まあ割と世界的にどこでも作れる。だがしかし、上面発酵はイギリスとかしか作れない。っていうことを考えると、やっぱり、プレミアムなのはやっぱり上面発酵なんですよね。あ、これは美味しい。これは美味しい。確かに美味しい。まあ、いろいろ、ちょっとね、勉強になりましたけど。うん。なるほどね。なるほど、なるほど。と言いつつですね、それを覚えているかどうかは全くわからない。多分、すぐ忘れるんじゃないかな。とは思うんですけど。た
多分すぐ忘れるんだろうなって。いや、これは美味しい。これはさすがに美味しいですね。4154です。ご視聴ありがとうございました。